酒井さん、ここで走ってる峠の神様ってどんな連中なんですかね。社長が見てこいって言うからにはかなりの相手なんでしょう。一人はサーキットの壮行会で見たのか、衝撃的だったぜ。またですよ、いい気になった走り屋がジロジロと俺たちとバトルしたいって見え見えですよ。自分は世界一速いみたいな顔で誰かで構わず吹っかけて思い知らせてやりますよ。俺は東道塾の二宮大輝だ。お望み通り勝負してやるよ。86なんて俺の EK と比べたらガラクタみたいなマシンだ。普通なら勝負する気も起きねえが、いつまでも目の前をうろちょろされてるのも目障りだからな。思い知らせてやるよ。
まさかこの俺が一番得意なブレーキングでやられた。峠は走り屋なんかにこんな速いやつがいたのか。ってことだ、東道塾でトップの大輝が負けるなんて。すみません、やられました。じられねえぞ大輝。そんなに速いって言うのか。速いことは速いけど、それより信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がするんだ。気をつけてください坂井さん。あいつ速いだけじゃない、頭いいですよ。そうか、任せとけよ大輝。頭を使うバトルは俺の得意分野だぜ。